はい、毎度山寺です。今ですね、地下鉄のですね千日前線の庄司駅におりました。これからですね難時屋に行ってみようと思います。これがねまたねすごいお店なんですよ。なんとね、2時間30分ですけども2500円で飲み放題、料理もねすごい出てくるんですよ。今から行ってみたいと思います。では後ほど、ですね、今難時屋さんに到着いたしました。こちらですね難時屋さんです。今からちょっと入りますよ。今日はねちょっと雨降ってるんでね一旦ちょっと傘をしまってですね、よし難時屋さん入ります。はい、山寺です。ですね、今ですね難時屋さんに来てます。このお店は2時間半でですね2500円で飲み放題です。で、ね、料理もめちゃくちゃ出てきます。これ私2回目の訪問なんですけども、今日はね、神戸の三宮のねシュハリのママさんの、ね、なんか宴会みたい、宴会なんか飲み会らしいですわ。ちょっとそれに参加してますんで、ね、今からね飲もうと思いますが、また後ほどちょっと騒がしくなるかもしれませんけども、料理とかも紹介していきますのでお願いいたします。では、はい、ですね、チューハイからいただきます。まあ、ほんまはビールっていうところなんですけどね、まあ、ビール飲むとねまだね尿酸上がると大変なことになります。今日はねあれですわ、食べログのブロガーさんで、ね、めちゃくちゃ有名な人です。ルー・フランクさんも一緒ですよ。ルーさんも一緒です。どうもどうも、はい、今回お招きやはり2回目のシーン、ちょっと今休憩中なんですけどね、早くしてほしいです。いや今日はまあ気のせいな人たちと飲みたいな参加させてもらって、有名ブロガーさんね、いや全然有名ちゃいます、すいません、公演の一体みたいで、ありがとうございます。ほんまに、まあ、盛り上げていこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。まずね刺身がついてくるんですよ。これね、こんな2500円って飲み放題でこんな刺身ついていいんやろかっていうぐらい、僕とにかく驚きのお店ですよ、ほんまに。難時屋さん、まずはですね僕の好きなですねサーモンからいただきます。これちょっとねわさび乗せましょう、少しだけ。いただきます。ありがとう。いただきます。新鮮ですわ。めちゃめちゃ脂乗ってね、うまい。もうサーモンね好きなんでね、サーモンにはうるさいですよ、あんまりうるさないですね、最高。すいません、おかわりいただけますか。すいません、お願いします。すいません、2杯目です。2杯目のチューハイ、うまいですね。2時間半ですからね、飲み放題ですから、ね、ここね、2部制なんですよ。一部がね、19時から21時30分までですわ。ほんで、確か2部が21時30分から23時までだと思います。それぞれ2時間半、2500円です。飲み放題ですもんね、ここ ね、すごいな、もう飲み放題で2500円ですごいですね、だいぶ前に来てますわ、あのね、川田さんだの時に来ましたね。はい、3杯目はね、芋焼酎の水割りにしましたね。3杯目のですね、芋焼酎水割りにしました。もうね、チューハイはちょっと甘いんでね、買いました。うまい。これね、なんかマグロのカマですよ、マグロのカマ、めっちゃ大きいですよ。これすごいな、いろんなもん出てきますよ、ここ本当に、もう最高ですわ。マグロのカマいただきます。めっちゃ美味しい、これマジ、やばっ、これはうまい。こんなもん、うまい。最高やわ。もう
これね、ほんまにうまいわ。なにこれ、釜最高、なにこれ、珍百景。そんなことね、言うてるけど、ほんまなにこれ、珍百景って。これ最高だわ。焼酎に合いますわ。どうですか、うまいですか。最高、最高、うん、うまいよね、おかしいよね。ナイスよ。さすがあの有名なあの食べログのブロガーさんが言うぐらいから間違いないですよ。僕だけでは信用できんかもしれません。いや、もう大丈夫ですよ、完璧に。ありがとうございます。ええ酒ですよね、やばいですよ、ほんまね。いや、まあ、僕もそんな大したことない、大したことない、大したことない。ありがとうございます、ほんまに。まだまだいきますね。3品目ですね。今度茶碗蒸しが出てきましたよ。茶碗蒸し3品目ね。これすごい熱いけど、まあ熱いですよこれ。ちょっと茶碗蒸しいただきますわ。いただきます。おいしい、これおいしいわ、うん、もうね、あんまり椎茸たっぷり入ってね、うまっ。うん、だしもよく効いてね、うまい。うん、うん、めっちゃ美味しいこれ、最高やな、ね、これ、うん、4杯目です、うん、結構仕上がってますよ、ね、うん、今日はね、あの稼ごはしてませんけど、ここだけで仕上がってますわ、ね、まだまだ料理が出るらしい、もうお腹結構来てますよ、うん。ですね、4品目ですわ。4品目はね、これなんか鶏とじゃがいもの炒めたやつですかね。ちょっといただいてみますね。まずはこの鶏のやつ、これ鶏ももやと思いますけど、めっちゃジューシーで美味しそうですよ。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しいわ。皆さんこれ朝ごち食べてよ。うん、めっちゃ美味しいな。ニンニクが効いて、鶏もも炒めたいですね。あれだ、最高。え、今なんか鍋が出るとか言ってます。やば、うん、うまい、最高。やっぱりね、鶏ももやからジューシーで美味しいですよ、うん、すごいニンニクが効いて最高、うん、コロッケ来ました。コロッケ来ましたよ。難読屋さんのコロッケが来ました、ここ絶対美味しいやつです。いただきます。これね、めっちゃうまそう。いただきます。今度コロッケが来ました。手作り絶対手作り。いただきます。こうやって撮影が行われてる。うん、めっちゃうまい。これめっちゃ美味しいわ。手作りやろこれ。うまい。玉ねぎとたっぷり入ってね、なんていうの、ちょっとね、中がジューシーですわ。これほんまに美味しいですよ、ほんまほんま。これね、断面お見せしたいぐらいですわ。断面ちょっと待ってくださいね、食べた後の。申し訳ない、これうまいですよ、絶対美味しいですよ、うん、めっちゃうまい。これ鍋物ですよ。ここに来て鍋物が出るってのはどう思います。これ食べれますかね。もう僕はこの今の状態でお腹いっぱいですわ、ほとんどね。まだあの逃げてませんけども、あのまたね、逃げ次第食べますんで。あのね、鍋物に入っている、具材だけかなと思ったら、まだね、ハモかな。これハモと牡蠣が出てきましたよ。これも入るわけや、すごいな。ここはほんまにどれだけ、これで、ね、ほんまにマジで2500円ですよ。飲み放題がついて2時間30分で、まだね、この後に締めのカレーライスがあるんですよ。これがね、大中小と選べますわ。今日も僕はね、大でいこうかなと思ってます。チャレンジャーですからね。感じに入れてきましたね。今もうね、牡蠣も入れましたよ。味噌鍋かな、ちょっとわからないですけど、ちょっとね、味見し、あ、食べてみないとわからないんですけど、ちょっといただきますよ。お魚とかですね、お魚。ちょっと
野菜もですね、ちょっといただいて野菜を、ね、すごいすごいメンバーがいただきます。すごい、ね、うん、うまっ、うん、うまいです、これ。あ、味噌味で最高、うん、うまそうになりますな。いや、ほんま美味しいですよ。お嬢さんも食べはったですよ。ここ入ってますね。入ってますよ。あ、もうええ感じに、ルーさんも言うてられますからね。大丈夫ですか？お前ですか？食べへんね。ルーさん、食べない。ルーさん食べませんから。私は大食いですよ。あ、お前ですか？ありがとうございます。だしが効いてうまいっすわ、これ、ほんまに。うん。めっちゃうまい。なんかね、ほんまにうまい。牡蠣もいただきます。牡蠣。めっちゃうますぎますよ。ハモ。うん。めっちゃうまいこれ。ほんま。食べるわ。うん。最後のね、締めにね、カレーが出るんですけどね、ここのカレーが見たらうまいんですよ。大中小と選べないけど、僕ね最初に大にするとか言ってね、宣言してたけど、やっぱり無理です。お腹いっぱいなので中にさせていただきました。これね、ここで卵をもうこうしますよ。もう絶対これ美味しいですよね。卵が入って、もうこれいただきます。もうこれはね、食べるしかないです。いただきます。下から見たらまたうまい、うまい、これほんまうまい。もうやば、めっちゃうまそう。うん、もういいね。これはもうどんどん食べるしかない、うん、カレーは飲み物らしいですよ。バイシュハリママ、うん、うまい、これはうまいわ、すげえ、うん、うまっ、最高や、うん、うん、めっちゃうまい、うん、すいません、皆さん買い当たってないと思います。うん、参りましたね、うん、ね、うん、ここのカレーはそんなに辛くないんですよ。食べやすいカレー、なんか、なんていうのかな、うん、でも手作りでね。今日はチキンカレーかな、うん、そうね、カレーは飲み物です。うん、うまい、うん、うん、最高。うん、ガツガツ、うん、ほんま飲み物やわ。もうね、約2分で完食や。ごちそうさまでした。ありがとうございます。もうね、私ね、もう大満足しました。お腹膨れました。もうね、これで終わりますんでね。もう今日はね、最高でした。ありがとうございました。ごちそうさまです。何時屋さん最高でしたわ。もうね、もうすごい会でした。ここはね、ほんまにね、ぜひぜひね、またね来てください。2500円です。2500円でね、飲み放題、料理はもういっぱい出ますんで、またよろしくお願いします。ではよかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。